皆さんこんにちは。4月24日ゼペット上映会、特別企画演劇座ファーストテイクのゲストに呼ばれているものです。はい、この企画を聞いた時にですね、お座敷コブラ挑戦してきやがったなと思いました。この僕に挑んできやがったなと思いました。この僕にというのはですね、おそらくファーストテイクと聞いて皆さんが想像されるのは、 YouTube かなんかで歌手の方がマイク1本あるところにスーッと出てきて、緊張感漂う中でイントロが流れ始めて歌い出すというのが、まあファーストテイクですよね。まあ間違ってないと思うんです。僕もそう思ってます。ただこれって正確に言うとファーストテイク収録なんじゃないかなとちょっと思い始めてまして、というのはそこに至るまでに当然なんですけど、もちろん歌の練習をしてきて、そこで初めてカメラの前に立って収録をする、本番一発撮りをする、これもとてもとても大変なことなんで、なんか全然できやしないんですけど、で今回の演劇がファーストテイクね、これは私たちにお客様の前に立つときに初めて台本を渡されて、ページを開いて自分がどんなセリフを喋るというのが分かるという、まあ緊張するでしょうね。というわけでおそらくお座敷コブラはですね、挑んできました。お前普段偉そうなことばっかり言ってできんのかい、挑戦してきてるんです。この僕にお客様の前でちゃんとやらなかったら恥かくぞ、挑んできてるんです。この僕にこんな考え方するなんてひねくれてんのかな、生活ひんばらってますか、もしくはこれをオファーしてきた人間が生活ひんばらってるかひねくれてるかどっちかだと思います。まあ何にしてもですね、挑んでこられたからには受けて立ちましょう。エンターテインメントにしてみせましょう。楽しいものにしてみせます。ぜひとも皆さん、歴史の証人になってください。4月24日、溝の口劇場でお会いできることを楽しみにしております。それでは。